はい、こんにちは。アウトフィルダー39チャンネル、ボリューム7、今日も始まります。元日本ファイターズ島田信俊です。よろしくお願いします。なんで今日、ね、こんなにニコニコしてるのかよくわかんないんですけど、前回、外でやりまして、もう暑いんで、もう今回もうすぐ家にまた持ってきました。すいません。またどっか外でやりたいと思います。前回ね、ニューヨークヤンキースのコーチからいただいたアドバイスのお話と、近藤監督のちょっとしたエピソードをお話しまして、今日も近藤監督の話をちょっとさせていただく前に、前回のそのヤンキースのコーチのキャッチボール、グラブの芯で取るっていう話の流れから、今度よくね、正面で取れる、早く正面に入れっていうふうに、指導されたり、指導してる方いらっしゃると思うんですけども、じゃあ一体正面っていうのはどういうことなのっていうところなんですよ。正面っていうと、例えば、舞台があったとしたら、舞台の正面、右正面、左正面って言いますよね。自分からしたら、自分の正面ってどこなのって考えたときに、結局、自分が向いてる方が正面になるんですよ。こうですね。まあ、顔はこうしても、体は向こうが正面ですよね。ですから、グラブの芯で取るために、必要なのは、やっぱりボールに対して体を正面にしてあげる。自分が、そのボールが正面になるように自分が動いてあげる。体を翻してあげる。っていうところなんです。例えばキャッチボールやってて、まあ、こっちに反れたり、こっちに反れたりしますよね。少年野球なんか見てるとよくあるんですけども。だけど子供たちがこう言って、こう取ったり、こう取ったりしてるんですけど、そうそう監督コーチの方が、早く正面に入れって言うんですけど、まあ子供たちはね、多分一生懸命正面に入ろうとしてるんですよ。だけど実は正面っていうのは自分の向いた方が正面なんで、子供たちは右に、まあそちらから見たら左ですけど、こっから見て右に反れたボールに対して一生懸命こうカニ歩きのようにってここで取ろうとしてるんですよね。だけど結局正面からずれちゃう。で、正面からずれるとどうなるかっていうと、やっぱり芯に入る確率が減って、だから網に引っかかる、土手に引っかかる、やっぱりエラーにつながってしまう。だからそこでこう横に反れたボールに対して、ちょっと自分の体をこうボールに対してこういう角度で持ってってあげれば、これ正面になるので、そこでこう出すとちゃんと正面で取れるということなんです。まあこちらの送球、打球に対してもそう。こう。ゴロなんかでも、トンネルっていうのはもう真正面に入った選手がやりますよね。こう、ちょっと右、ボールの右側面を見れるような動きで入っていくと、なかなかそのトンネルっていうのは逆にトンネルの確率は減るんですけども、まっすぐ自分に飛んできたボールに対して、打球に対して、ずーっと真正面で見てると、やっぱり見えない。ゴロの角度が見えない。打球の角度が見えない。だから外野手が、まあちょっとこう、左右に反れた打球っていうのは結構ファインプレーするんですよ。弾道が見えるんで。わー、弾道見えるし、差し込まれてないので。だからこう行って、ダーンとダイビングする、こう行って、ダーンと手を伸ばして、掴み取りに行ってるわけで、これが正面、こうそうですよね。こんなとこで取る外野手いないですよね。こう追ってって、みんなここで取りますよね、この範囲 で。ここでやる人ってやっぱり、見てて怖いし、落とす確率も上がってしまいますよね。で、やっぱり打球が自分に合わせてくれないので、自分が打球に対してどう入っていってあげるかっていうのは、これがものすごく重要になってきます。その時にはやっぱりスタートの足の使い方だとか、スタートの時のスタイル、形だとかっていうのが、やっぱり
スタート、出だしが一番大事になってくるので、そのキャッチボールで芯で取ることと、正面に入るっていうことを、こう、セットというか、繋いでいけるようにすると、やっぱり守備はもう外野手なんか特に、楽になることは、たくさんあります。僕は、その外野の守備で、一番技術的に、教わってためになったのが、ウォーリー・ヨナミネさん。ハワイの方ですね。みんなでウォーリー、ウォーリー、この方から教わったことがものすごく財産になって、今でもこう、子供たちとかには伝えています。ですから、正面っていう言葉だとか、ボールの下に早く入れっていうのも、時と場合によっては、ちょっと、違うなっていうことになってしまうので、自分がボールに対してどうやって入るのかっていうのをちょっとこうね、野球やってる人考えるといいと思いますね。なんかすいません、真面目な話をしてしまって、今日はちょっと10分ちょっとオーバーするかもしれないですが、よろしくお願いいたします。さあ、近藤監督のお話ですね。近藤監督には可愛がってもう非常に可愛がってもらったっていうのを前回お話ししてますけども、まあベンチにいても楽しくてですね、退場になった時は何回かあるんですね。で、常に僕と広瀬は監督の脇に来いと呼ばれてたんで、いました。他の監督の時はまずそんなことはなかったんですけども、大体ベテランの人がね、監督の近くに座ってるような、ね、絵面がありますよね。だけど、僕と広瀬は、監督のそば、広瀬哲郎ですね。広瀬は監督のそばにいて、ある時、監督が広瀬に言って、広瀬が三塁コーチャーの前田さんにサインを送ってたりとかっていう時もありましたけど、全然うまくいきませんでした。はい。すぐ、ボツになりました。まあいいや。で、ある時ね、審判の方誰だかわかんないんですけど、ちょうどベンチの真ん前で、僕らがこう見てる真ん前で、抗議になったんですよね。ああ、もうすごい勢いですよ。もうぐわ、なんとかだ、なんとかだ、もう顔がこんなってやってる場面。コアな野球のファンの方だったらわかると思うんですけども、あの時面白かったですよ。お前どこ見てんだって言った後に、バカか、お前は、バカか、バカか、バカ。ずーっとバカしか言わなかったんですよ。ずーっとバカしか言わなくて、下手くそって言ったところで、退場ってなったんです。そしたら、もう言いたい分だけ気が済んだの、まあ済んでないんでしょうけど、スッスッスッと東京ドームのベンチを降りていくと。それで、降りてって、まあそこで一瞬間があったんですけど、そしたら監督が、そのベンチの階段をね、よく東京ドームの裏に行くと、あの階段のところでスッと僕の方向いて、おい、今のどうだった、迫力あったかって聞いたんですよ。で、と思って、いや、ありました。お、そうか、わかった。って言ってベンチの裏に消えていきました。いや、もうそんなに怒ってなかったのかなと。退場を狙ってたのか、パフォーマンス、まあパフォーマンスなんでしょうね。バカ野郎、バカ野郎、バカ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 、下手くそって、下手くそで結局退場になって、ベンチの裏に行くときに、どうだ、今の迫力あったかって言って消えてったと。面白いでしょ？当時はこんなことはね、新聞記者の方にも言えないですし、そんなことはありまして。で、もう一つはね、試合前の、西武ライオンズがシートノックやってるときに、まあ、うちのシートノックは先に終わってですね、近藤監督って夏でもハイネックのアンダーシャツ着てたんですよ。で、僕が、監督なんでこんな暑いのにハイネック着てんですかと。東京ドーム直射日光ないから大丈夫じゃないですかって言って、その日5万人だったんですよ、お客さんが5万人。で、近藤監督曰く、おい、ノブ、お前、今日何万人入ってんだ。あ、5万人です。お前5万人のうち、ちょっとこう見てごらん。最近の野球場には女のお客さんがもう半分ぐらい、もしかしたら半分以上女のお客さん来るときあるかもしれない。
その半分色女性のお客さんにジジイの喉のシワ見せらんないんだよ。野球選手はかっこよくないとダメなんだ。わかったか。肝に銘じとけって言われました。その時ハムのベンチにはパラパラしかいなくて、もう監督の近くにも他の選手もいなかったんで、まあ僕ぐらいしかいなかったんで、そんな話を言われてですね、いや面白いなぁ、面白い監督だなと。だからもう一理ありますよね。野球選手はやっぱり憧れの的になった方がいいですから、なるべきですから。やっぱりかっこいいなっていうとこから憧れに入って、それでみんなそこを目指してくるわけじゃないですか。ミュージシャンもそうじゃないですか。だから近藤さんはそういったところがあって、今までそういう監督にはね、一度も会ったことがない。その前回が高田さんだったんで、まあそんな会話なんかね、まずゼロですよね。あるはずがないですよね。だからもうその高田監督時代と近藤監督時代のもうギャップがすごくてですね、どっちかっつったらそっちのノリのタイプなんで、非常に3年間楽しくやらせていただいたなっていう思い出で、まあ近藤監督の話はまだいくつかあるんですけども、まあこれ話し始めるとこんななってしまうんで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。テルシもね、テルシ見てるのかな、中島テルシも結構ね近藤さんとの話でなんかあると思うんですよね。もうテルシなんか面白いなったら動画で送ってここで流すかもしれないから、よろしくね。今日はこの辺で、次回はメールをいただいてて、まあ何人かの監督の元でやったんで、まあ僕は2軍のコーチの時の監督っていうのもありかなと思うんで、その辺のお話をできたらいいかなと思います。まああとは野球の外野の守備のことをまた話すタイミング、時間があれば何か見つけてお話したいなと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。